何これこれやばすぎだろ。ははは、うふふじゃねえよ。どこが突っ込んだらいいんだよ、これ。はい、どうも、皆さん、こんにちは。本日は、ミートピアやっていきたいと思います。さあ、早速やっていきましょうか。で、このミートピアなんですけど、今ね、体験版が無料でダウンロードできます。まあ、製品版の販売に関しましては、もうちょい先なんですが、今、ニンテンドースイッチでやってるわけなんですよね。で、まずやらないといけないこととしましては、なんかこういった形で顔があるんですよ。で、まず顔をね、決めないといけないらしいんだけど、これね、自分で決めることも確かできるんですよね。初めから作ると。だけどね、俺正直さ、そんなに顔にこだわりないんだわ。多分ね、これ後から顔変えることできますよね。よし、最初はね、テンプレで始めましょうか。で、まずテンプレで始めて、まあ、製品版で顔を考えるみたいな感じで。まあ、体験版だからね、これ。社畜は自分のことなんて呼びますか？あ、こんなのも決めることできるんだ。社畜の自分の呼び方。まあ、体験版なんで僕でいっか。ただ製品版では何かしら考えた方が面白そうなんで、それまでに考えておこうと思います。あとですね、ミートピア、おそらく実況することになると思うんで、もしよろしければ、これを機会にチャンネル登録して、これからもミートピア動画見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。で、次は性格を決めないといけないのか。お、結構種類あるね。優しい、元気、マイペース、クール、天然。頑固、慎重。じゃあ、ここは天然行きましょうか。僕は天然な社畜、うぜえ。なんか、うぜえな。お、始まった。ミートピア体験版。で、製品版はね、また後日発売予定なんで、また別途購入したいと思います。さあ、始まったね。ここはミートピア。あ、ちなみにミートピアね、僕初見プレイです。全くわかりません。お、何これ。お、なんか、ほんわかしてるな。ミーたちが暮らす平和な世界です。ほんまに？平和なのか？いえ、平和な世界でした。この後何が起こるのか。おい、なんかやべえことが起こってんぞ。全然平和じゃねえじゃねえか。突如現れたのです。果たして何が現れたのか。お、なんか顔なくなってるやん。怖っ。ミートピアを脅かす影が、誰？大魔王的な存在？うわ！お前らぐちゃぐちゃじゃねえか、大丈夫か？ってことで、うわ、顔が。何者かがミーたちの顔を奪ってしまいました。面白すぎやろ、ストーリーが。そして、どうした？ああ。なになになにこれ。モンスター的な存在これ。ミーの顔がくっついた怪物たちが生み出されたのです。わ、なんかちょっと気持ち悪いな。顔付きの妖怪って。平和な世界ではありますけどね、パッと見。お、ここに一人の旅人がいます。社畜、めちゃくちゃダセーな。もうちょっとかっこいい主人公がいいんだけど。はーん。眠そうやな。今日も平和だな。社畜はのんびり一人旅。目やばすぎやろ。どうしたお前。目がやばすぎる。で、これは誰かの顔か。お、なんだこれ。敵？敵か？キャーン。ちょ、待って。歩き方。歩き方おかしいだろ。どうなってんだよ、これ。ちょっと待って。今のさ、歩き方、これ、笑わしに来てんだろ、絶対。顔やばくない？街が見えてきました。単純やな。単純すぎだろ。どういう設定やねこれ。のどかな平原って。名称が。じゃあここ行ってみるか。なんかこれ体験版でどこまでできるんだろうね。ミートピアの登場人物にはあんたの好きなミーを配役できます。後で配役を変えることもできますよ。それでは街の人にミーを配役しましょう。お、こういうゲームなんだ。なんかラブラブカップル、そうな。親子なんだ。ちょ、ラブラブカップルはちょっとあれだな、変えたいね、配役。彼女のことが大事なのではない。彼女がいることが大事なのだ。わ、なんちゅうやつや、こいつ。じゃあ俺がね、こいつの顔を考えてやるよ。イケメンにしてやるぜ。どうすか？めちゃくちゃイケメンじゃない？これでいいんじゃないの？出来上がり。あ、ニックネーム考えないといけないのか。よし、タヌキチで行きましょうか。よし、タヌキチ出来上がり。いいね。ラブラブカップル男タヌキチ。イケメンじゃねえか。完璧だぜ。
どこからどう見ても完璧だよな。次はこの子の顔変えようか。今彼氏のことしか目に入らない。その気持ちいつまで続くやろ。マジで。そうなんだ。めちゃくちゃ一途やな。じゃあね、俺が顔を考えてあげるよ。よっしゃ、完璧だな。めちゃくちゃ可愛くできたわ。いやー、いいね、このキャラ。めちゃくちゃ可愛いじゃねえか。よし、しずえ。お前の名前自然に決めたわ。いやー、いい仕事したな。可愛すぎる、これ。え、見てこれ。たぬきじとしずえ。めちゃくちゃイケメンと美女じゃねえか。ラブラブやな。では、時間がねえから他のキャラはこれで行くか。下手荒れて名前が。これでも最小の町では一番まともな人物である。ほんまかいな。あ、町長なんだ。一番まともな人物って、この町の人物、どれだけやべえ奴が集まってんだよ。まあ、たぬきしのしずえもさ、顔から見てすでにやべえからな。しかもさ、しずえ、女の子なのにヒゲ生えてるからね。さあ、これで行こうか。あ、最小の町。あ、最小の町っていうか、最初の町これ。お、なんかめっちゃ踊ってる。めっちゃ踊ってんな。のんきな案内人ラルゴ。お、こんにちは。うわ、くっそ。ちょっと待って。お前さ、いちいち動き面白えな。まともに話できねえのか。まあ、今日も暇だな。動き方エグすぎる。どうなってんのお前。どうしたの君そんなに慌てて。いや、ほんまそれよ。え、人の顔がくっついた怪物？プッキュ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 。夢でも見たんじゃないの？ここは平和な最小の街。この街で過ごせば忘れちゃうよ。あ、なんかびっくりマーク出とるな。お前ら何してんの？あ、こんにちは。何これこれやばすぎだろ。はははうふじゃねえよ。どこが突っ込んだらいいんだよ、これ。なんで美しいんだ、君は。ふふ。ふふ、あなたも素敵よ。幸せだな。幸せね。ああ、まあ、いいんじゃないですかね。ああ、まあ、本人たちが幸せそうだったら、俺は別にいいと思うよ。うん。ふふ。ふふふ。なんで美しいんだ、君は。ふふ、あなたも素敵よ。ああ、気持ち悪いっすね。え、ちょ、待って、動きおかしい。何これ、ちょっと待って。え、これどうなってんの動き。まあ、別にいいんだけどさ。え、荒ぶりすぎじゃないですか。うん。ウキウキする気持ちはわかるんだけどさ。ちょっと荒ぶりすぎだよな。はい。まあ、そういったところで、ちょっと次行きましょうか。びっくりマークあるからな。あ、こんにちは。で、この人が一応ね、この街で一番偉い人らしいわ。頼りない町長下手ありって。もう名前と見た目からしてやべえよ。どうも旅人さん。私がこの街の町長なんです。もう街のみんなとお話しされました？いい街でしょ？この最小の街はごめん。全然話してないわ。まだ話してないメンバー結構いるね。こんな私が町長でいられるのも。え？お、また変顔か。顔芸すごすぎないか。このゲームまさかの顔芸？まあ、なんだ？なんだいなんだい？ママ、あれ何？静かに。しずえ。おー、しずえ。これやば。ここのシーンやば。おやおや。お前、顔どうした？はてな。あ、あいつは。あ、なんか、始まった。大魔王。はてなはてなはてな。ミートピアを脅かす邪悪な存在。怪物たちを操り世界を恐怖に。大魔王に配役するミーを選んでください。ああ、わかりました。よし、これでいこうか。大魔王はこれでいいよね。で、好きな色は緑でいきましょうか。さあ、君のカラー緑だ。ニックネーム、つねきち。おー、いいじゃねえか。大魔王、つねきち。ミートピアを脅かす邪悪な存在、怪物たちを操る世界を恐怖に。いいね。まあ、結構ええ感じじゃないこれ。ちょっと待って、なんかいきなり始まったんだけど。うわははは。俺は大魔王つねきち。世界に恐怖と混沌をもたらすものだ。中二病みたいやな。最小の人間どもよ。お前らめちゃくちゃビビってんな。さあ、味わえ。顔を失う恐怖をな。おー、何これ。え、本当に顔なくなったパターン。うわ顔なくなった。うわ
え、ガチで顔なくなってんじゃねえか。君たち、うわ、待って。顔、顔。顔、うわ、しずえ、美人なしずえの顔が。で、名前知らないやつ。で、まさかの長女は大丈夫。そして、俺の顔やばくない。どういう顔してんねん。なんか、デフォルト僕の顔めっちゃ面白くない？あ、顔が。今回はこれでよしとしよう。顔を失った者たちを。どうした？恐怖に怯え苦しむがいい。そして助かった者たち。俺のことか。町の仲間の様を見て、共に苦しみ絶望しろ。ではさらば。うおー、終わった。はいはいはい。まあ、ここから物語が始まってくって感じ？お前、大丈夫ビビってんじゃねえか。いいよ、助け。ブルブル。もう、頼りになんねえな、ほんと。お前大丈夫か、しずえ。ラブラブカップル、たぬきとしずえ。ああ、そうなんすね。しずえの美しい顔が、わーん。もう君を愛せる自信がないよ。なんちゅうやつや、こいつ。そして俺の顔。俺の顔どうした？あ、この人は何も喋れないんか。そうか、口がないからか。なるほどね。はいはいはい。で、ここから何したらいいのこれ。びっくりマークついてるわ。お、お姉ちゃん、こんにちはっす。心配性お母さん、ファンファン。おぉ、どういう設定？うわ、目やば。ギャー、嫌なんじゃ。そして俺の顔。毎回さ、お前、なんちゅう顔してんねん。どうしましょう、どうしましょう。お、首をかしげてる。あ、旅の方。どうかお願いです。ヤンヤンちゃんを助けてください。なんで旅の方にさ、頼むの君は。俺旅してるだけじゃ明らかにおかしいじゃん。君に頼まれる義理ってないと思うんだけど。まあ、物語の成り行き的に仕方ないか。はいよと。うん、ありがとうございます。俺優しすぎないか。そうだわ。これをお持ちください。我が家に伝わるお守りです。ああ、ありがとう。家宝のお守りをもらった。ゲット。やったー。大魔王はまだ近くにいるはずです。町の外を探してください。お母さんのお願いを引き受けた。あーってことは、最初はこうやって願いを引き受けていくっていう感じ？で、ここから、あーまた新たなところに行けるようになった。はい、ということで今日の動画はこの辺りで一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。